関心マイライフの時間です。この時間は慶寿総合病院の取り組みなどについて皆さんにご紹介しています。今日は慶寿総合病院産婦人科の小浜孝文先生にお越しいただいています。小浜先生こんにちは。はい、こんにちは。どうもはじめまして。はじめまして。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。先生、十数年前にこのラジオに出てくださったことがあるということなんですけれども、はい、そうですね、ですけど、うん、私もディレクターもちょっと担当ではなかったんですけれども、まあそれ以来ということで、そうですね、はい、よろしくお願いいたします。なので少し時が経ってますので、はいはいはい、先生の自己紹介を簡単にお願いしてもよろしいですか。そうですね、名前はね、小浜孝文と申します。ですね、まあ、生まれは富山県です。で、まあ、生まれた場所はですね、上市というところ で物心ついてから、まあ、富山市に移って、五穀神社という、ね、神社が近辺をうろうろしてまして、それで、まあ、中学は、南部中学校、それから高校は富山中部高校で、まあ、あとは金沢大学に、行って、それで、まあ、医者になったというところですね。じゃあ先生はそのお医者さんになろうかなと思ったのはどれくらい前から？なろうかなと思ったんですか。高校2年の2年前かな。そうですか。ご家族の中でどなたかがお医者さんだったのか。いや、そういうことはないですけどね。本当はね、中学校の時にひょっとしたらなりたかったのかなと。というのは夏休みの宿題に人体の解剖のなんか模型みたいなのを作って記憶があるんですよ。ですから、まあ、多分そのからなりたかった、なりたかったんじゃないんですけどね、興味があったのかもしれないですね。それで、まあ、高校2年生の時に進路を固めて。そうですね、まあ、結果的にはね、で金沢大学、そうですね、そういうことになりますよね。そうなんですね。じゃあその時に石川県入りされて、まあ若干ちょっと寄り道はあったんですけど、そうなんですか。若干ですよ。はい、で勉強されている時にその産婦人科医にっていうのは、いつぐらいと言いますか、どうして産婦人科医が本当に卒業近くなってからか、そのあたりですね。まあ、でも本当に産婦人科っていうところは大変かなと思います。もちろんね、お母さんとお腹の中に赤ちゃんがいて、一人の体の中に二人分命があるわけですから。そうですね、やっぱり突然どうにかなるという、そういった不規則な、なんていうかな、ことがやっぱりどうしても、それもある意味宿命的なところがあるんで、それに対応して動かなきゃいけないというのは非常に、まあ、大変な部分は多いと思いますね。初めからね、いついつどうなるとか、そういう分かってやってることじゃないんで、本当緊急性の高い課だと思います。そうですよね、はい、先生産婦人科になられて今何年ぐらいですか？30年近くなりますね。じゃあ先生、慶寿に来られてはどれぐらいなんですか？20年ちょっとですね。20年ちょっと、そしたら大学出られて、まあ、あと横浜から輪島、まあ、金沢ね、そういった、まあ、いわゆる関連のところ、それから、敦賀ですね、まあ、そういったところをこう回って、でこっちに来たというと。で七尾にたどり着いたということなんですね。そうですか。そして産婦人科医ということなんですけれども、先生は昨年から不妊治療にも力を入れていらっしゃるということなんですか？そうですね、まあ、これまでずっとやってたんですけども、まあ、どうしても他の仕事のあれもありましてですね、まあ、そこに完全に力を注ぐという状況ではちょっと残念ながらなかったんで、まあ去年の4月からですね、ちょっと力をぐっと注ぐという形は取ってます。はい、本当にその今不妊っていう方が多いなって私もすごく感じています。友達もすごくそういったことをやっぱりね、すごく思っている、もう子がいっぱいいるんです、実は。なので不妊症の、まあ、専門ということで、すごく心強い女性にとっても先生かなと思います。ではまず不妊症というのはどんな状態のことを言うのか、改めて教えてもらってもいいですか？
まあ、一応ですね、転移から言えば大体、まあ、昔の転移から言えば3年間普通の通常のまあ夫婦生活セルフねしていて妊娠しないというのが古典的な、まあ、転移になります。それは原因はどんなことであろうと、ね、まあ、最近は大体2年ぐらいで大体そこでもう何かチェックするという方向にはいってるかと。それはまあ当然その年齢的なものがあって、まあ、少しでも早い方がねいいだろうと。結婚年齢が遅れれば当然対処するのは早めの方がいいだろうということで、まあ、そういう流れになってるんだろうと思いますけど。そうですね、今お話聞いて前3年間で今2年間ぐらいっておっしゃいましたけど、うん、私の友達とかもっと急いでなんか受診してます ね、 すね。確かに年齢的なものがとても大きいのかなと思いますけれども、はい、他の病気と違いましてわからないですよね。それに男性と女性と2人いてのことなので、まあ、どっちかに原因があるのかもしれないし、ね、いろいろありますよね、はい、受診するっていうのは、はい、そのどういう状態の場合に受診すればいいとかあるんですか？あ、初診の場合ですね、はい、ですね、まあ、もし、まあ、話だけ聞くんであればいつでもそれはよろしいと思いますし、例えばホルモンの、ね、チェックをするんであれば通常一般的には月経の始まった段階で一回採血とかホルモンチェックをしますので、まあ、その時に来てもらえばそこ大変はチェックすぐ同時にできると思いますね、はい、あとはその個人の感覚になりますもんね、はい、できにくいかなって思ったりするので。そうですね、だからまあさっき言ったような、あくまで客観的に評価するのはまあ結婚してからの、まあ、期間ということになりますからね、うん、あとはまあ例えば先ほどおっしゃられたように男性が女性がね、まあ、両方チェックするべきなんで、そこ大変は順番にちょっとやると。ただ、まあ、現実的には、まあ、原因不明だこれがっちゅうのは分かる例っていうのははっきりそんなにないと思うんで、大体やっぱり、まあ、8割はちょっと、原因不明というかね、そういった形で、まあ、いろいろとやっていくということになるかなと思いますけどね、ですよね、うん、その最近はやっぱり晩婚化というのもありまして、やっぱり年齢重ねると妊娠しづらくなりますよね。結局エイジングといって、まあまあ、人間は年取りますけども、まあ、卵も当然年取るわけですよね。それで大体いわゆる平均、まあ、本当の平均の平均年齢と実際は55歳ぐらいなんですけども、実際有効なる排卵油と大体45歳ぐらいで、あとは卵自体がどうしても、まあ、年を取るというあれですけどね、どうしてもエイジングですよね、その方向に行っちゃうので、まあ、そういったところでちょっと不利な状況にはなっていくかなと思いますね、はい、女性は、まあ、そうかなと思いますけれども、うん、男性って結構年齢が高くても赤ちゃんできたりとか、そうですね、78人でも頑張っていらっしゃる方もいると思います。男性の方はその何かが古くなるとかそんなのは最近はね、またそれについて、まあ、確か学会なんかではね、そのエイジングを抑えるサプリメントとかね、そういうのがもう本当に学会で、もう普通にこう発表の中で出てきてますので、だからじゃあ何かする方法あるかというと、必ずさっき言いましたけどね、そういったエイジングを抑えるとかね、抗加齢というかね、アンチエイジングの、まあ、逆に言うとそれしかないというかね、アンチエイジング、しかないというようなところで、まあ、結構発表は出てますわ。うん、先生サプリメントとかも詳しいんですよね。うん、です、そうですね。だから、まあ、まあ、ここに来てからですよ、しばらくずっとそっちの方もずっと携わってきてますので、そうですか。だからまあ個人的にはね、それも合わせてこの不妊症をちょっと、対処しようかなと考えておりますね、まあ、いろいろな方法もあるのかなとは思いますけれども、はい、でもやっぱり先生から見て不妊症っていうのはその大きな原因とかあるとすれば何かなと思われますか？はい、まあ、例えばね、結婚年齢、それから そこからの年齢が例えば、まあ、5年ずれればその分、まあ、5年経つわけですから、まあ、できにくくなるという、まあ、単純にその年齢的な要素が一つありますよですね、はい、まあ、あとは
まあ、実際精子の数っていうのは例えば20年前30年前の正常男性に比べるとかなり減ってはいるんですよね、3分の2ぐらいにはなってると思いますけどね。あ、そうですか。数がね、ええ、だからいわゆる正常値もなんか、まあ、今下がってますよね、ええ、うん、別に数だけの問題じゃないんですけれども、まあ、そういったことがあるって、まあ、そこもまあ一つの要因、まあ、可能性はないこともないなとは思ってますよね。ということは、まあ、実際よく一般的に言われるのは原因は半々だというのは今の、通説ですよね。昔ってなんかそういうことが分かってない時は、不妊っていうのはもう女性のせいだけみたいにされたりとかすることもあったなと思うんですけれども、やっぱり男性の方もそうすると一緒にその病院に行った方が、そうですね、早めに、まあ、悪いところは、まあ、はっきりさせた方がいいだろうと思います。まあ、男性の場合はそのおかず運動率そこ体ではっきりしますので、まずは、まあ、そこもしね前向きに行くんであれば、その部分を、まあ、はっきりさせた方がいいかな。ただ、まあ、男性の方は非常に、まあ、嫌がるというのが現状ですね。でしょうね、先生だったらやっぱ嫌ですか？嫌ですね、ですよね、多分そうだと思います。それをやっぱり説得して、まあ、連れていかなくてはいけないことも、だからまあ別に顔を出さる必要もなくて、例えば奥さんにねその、まあ、検査用 の, その容器を差し上げて、はい、奥さんに持ってきてもらえればそれでいいわけですから、決して顔を出す必要は全くないです。顔を出さなくても大丈夫です。大丈夫、大丈夫です。それだと恥ずかしくない、まあ、そういった恥ずかしさ、そういう人は、恥ずかしくはないと思います。そうですよね、まあ、その方ね、男性女性旦那さんと奥さんとそれぞれいろいろあると思うので、まあ、やっぱり先生としては受診すると、でも大体に少し分かるってことですもんね。分かりますね、だから逆にそれで分からない場合はですね、はい、まあ、さっき言った 7,8 割、まあ、なんでだろうなちょっと今だけど、それ現実的にはそっちの方が多いんですけどね、だから残り 2,3 割のうちに、まあ、大体半々でやるというふうなところですかね。今日は慶寿総合病院産婦人科の小浜貴文先生にお話を伺いました。